今回世話になっている友達のに札幌市バッグを作ってあげることにしました。これは私が現在使っているものですけども、形はこれと同じです。最初の切断が終わりました。これが本体ですけども、33センチの23センチで、表地には接着紙が貼っています。これが裏地になります。スーパーでちょっと調整します。それから外ポケット、これが見える方で、これが裏地になるので、裏地は本体と同じ柄にします。こうなりますのでね、これにも接着芯貼ってます。それと同じく33センチの18センチです。仕切りポケット、これはもう本体と同じ色にしました。これにも接着芯が貼ってますと裏地。それからファスナーは2本、これ100均で買ってきたやつを長いのを切ってます。中を有効30センチにして、両端 1.5 センチずつになるようになっています。外ポケットにファスナーをつけます。固定するのは私は文房具用のこのクリップ使ってますけども、これで固定していきます。こういう風に固定してここを塗っていきます。ファスナーをこれ固定しました。裏地の表をここに固定します。同じようにクリップで留めていきます。裏地を固定しました。さあ裏返して、先ほど塗ったこの縫い代の上、この上を塗っていきます。さあ裏地を戻して、これがこうなるわけですからね。アイロンかけた方がいいな。アイロンかけて、押さえのミシンを。ここで押さえのミシンかけます。その前にアイロンかけます。詳しい作り方は、ビビアンズキッズさんのサイト貼っておきますので、そちらを見てもらうとして。あと、大雑把に言いますと、これが本体の、表地です。また別のバッグですけども、チャックをつけて、裏地をこのようにつけます。折り返して、まあ、ここを押さえて、反対側にこっちをつけて、裏地表は表地つけて、こう周囲をずっと縫いまして、返し口から裏返すということで出来上がります。これが今回プレゼントするバッグです。出来上がりました。外ポケットとチャック付きの外ポケット、裏地つけてます。ここの間にも何か入れ物できます。それから本体の付着付きポケット、裏地つけてます。それから裏に仕切りポケット、ここにも物が入れられる。
表地と裏地を中表に合わせて固定をしました。で、返し口はまあこの辺に開けておきますけども、周囲を塗って返し口を返してみます。角を落として返し口から返していきます。